ミニマルワードローブチャンネルの星尾です。今日はですね、表参道にありますランバンコレクションメンズのですね、2階にあるショールームにやってきました。ということで今日はですね、やっぱりスペシャルゲストにお越しいただいて、いろいろお話を伺っていきたいと思うんですが、今日のテーマはこれです。教えて助真さんということで、いろいろお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。どうも、またよろしくお願いします。いつもありがとうございます。今日教えて助真さんという企画を、突然なんですけど、いろいろお話を伺っていきたいんですが、はい、まず、はい、これですかね。ババン、助真さんが捉える2023春夏のトレンドはということなんですけれど、今年ですね。今年、まあ今すごいいろんな格好をした人たちを本当に見ますよね。多様化はしてますよね、うん、今は本当にいろんな人が増えましたもんね。そうですね。なんで、まあ何ですかっていうふうに言われても、はい、まあ、ちょっと困っちゃうんですけど、これですね、はい、まあ、だからまあ本当個人的な話になっちゃいますけど、はい、個人的な、それが一番いいですね。やっぱりそのオーセンティックなものっていうのを、うん、いかに現代的なものとして捉えるかっていう、うんうん、じゃあ実際その古いブランドのあるものを着るっていうことではなくて、うん、それをいかにもうちょっとモディファイされたもの、うん、現代的に今フィットするなこれっていうようなものに、うん、どうしても興味がいきますよね。なるほど、はい、なるほど。今助真さんが捉えてる、まあ、2023年の今の、まあ、気分みたいなものが多分ここに一番出てると思うんですけど、ババン、ランバンコレクションの今シーズン、はい、春夏、これどんな感じなんでしょうか。ね、はい、ここも今言わせてもらった通りで、今シーズンはルグランバカンスというテーマにしました、はい、で、はい、まあ、フランス人がその夏にバカンスに行くっていうある時代の、はい、まあ、今ではなくて、やはりまあ1930年代あたりから60年代ぐらいまでの、そういったイメージですね。そういうものをロベル・ドアノーという写真家がね、はい、残している写真がいっぱいあるんですけども、ええ、そういったところから、はい、まあ、なんとなくフランスのそのバカンス気分っていうのを表現してみようと。で、まあ、写真からいろいろこう参考にして見ていくと、はい、まあ、ボーダーとかね、はい、ボーダー、それからギンガムチェックとかね、はい、あ、本当ですか。まあ、そういったテキスタイルいろいろこう出てくるんですけど、はい、で、割ともうその辺のものっていうのはオーセンティックで本当にスタンダードなものなんで、うん、過去のね、かつてのスタンダードなんで、はい、それを現代的にやっぱりちょっと変えていきたいというようなことで、素材感も含めて、確かに、あとコーディネーションも、うん、まあ、今風っていうことになるとどういうところって感じなんですか。なるべく軽さを追求してますよね。軽さを追求、はい、で、まあ、ランバンとしては、はい、まあ、ランバンコレクションとしては、張り子質屋っていうのはこれ大事なことで、張り子質屋、はい、もう糸の段階からそこは大事にしてて、やっぱり張りがあって、はい、まあ、張り子質がある、はい、しっかりしている、はい、で、艶もある、でも軽い、うんうん、確かにむちゃくちゃ軽いですね、うん、張りもすごいありますね、うん、ギンガムチェックは本当にオーセンティックな柄ですけどね。そうですね。ちなみに今回あれですよね、指導さんでこれはまた新しく撮られてる感じなんですか。そうなんです、はい、まあ、中村指導さん年齢的にも、男っぽさっていうんですかね、はい、そういう魅力かっこいいですよね、すごく同い年なんですよ。そうですよね、はい、で、全然変わんないですよね。そうですよね。でインスタグラムとかでずっと僕も拝見してるんですけど、はい、ライフスタイルはすごく、はい、いいなと。お仕事もどれも素晴らしいんでね、うん、で、ぜひ一度来てもらえないかなと思ってお願いして、はい、まあ、いいですよということで引き受けてきて、はい、そうなんですね。ね、でテーラードはやっぱりきちっと見せたかったんですよ、うん、で、こういうテーラードをきちっと着て、それでもそのなんていうんですか、いわゆるビジネスマンじゃなくて、はい、やっぱり遊びとしてね、こういうものを来て、かっこいいんだなっていうようなものをなんか表現できないかなと思って、なるほど、まあ、指導さんに白シャツに本当に普通にタイで、はい、でも3ピースですかこれ。そうです、これパブロジャケットですね。あ、パブロジャケットなんですね、はい、私の大好きなパブロベストとパブロジャケットです。なるほど、はい、それ指導さん着るとまた雰囲気変わりますね。そうですね、これあれですもんね、フィッシングベストと。そうです、そうです、これも本当パリシングトレンチと、はい、そうです。全然イメージがまたなんかクールな感じになりますね。そうなんですよ、やっぱり指導さん洋服すごい着るの好きなんで、ね、好きですよね、興味もね持ちなんで、うん、
続いて、ここからはミニマルワードローブ用に選ばせていただいた、ランバンコレクションのシリーズです。この辺ちょっと新しいんですけど、これはそうですね、はい、これもミニマルワードローブのためにできたものですね、はい、めちゃくちゃ着やすそうな。まずこれセットアップですか？これそうです、これ、はい、ウールなんですよ、はい、まあ、Z級メリノウールっていうニュージーランドの、はい、非常に良質なウールを使ってます、すごいしなやかですよね。そうです、むちゃくちゃ軽いですよね。これランバンコレクションがこだわっている張り越し艶、はい、っていうのを、まあ、見事にこう具現化した。確かに張りもあるし腰もあるし光沢もありますもんね。そうです。本当にこの Z 級メリノっていうのがいいウールなんですよ。これそれを使ってセットアップでやってます、はいはい、これ着るのはなんかオーバーに着るこういう感じですか？入れる感じですか？まあ、どっちでもいいと思うんですけど、はい、まあ、出せばオフ感が強くなりますね、はい、まあ、最近の着方だとこう入れて、はい、まあ、まあ、スニーカーしたりレーザー合わせたりとか、はい、まあ、そういった着方もあるなと思いますけど、はい、まあまあ、自分たちぐらいのジェネレーションの感覚でいくと出して、はい、ジェネレーションによってそうですよね。サンダル履いて、はい、確かに、まあ、リラックスしてもらう。俺はもうめちゃくちゃかっこいいですよね。まあ、こういったちょっとサンダルもそのすごくなんてドレッシーな黒いソールにしたりして、インソール黒にしたりして、これも NGW とコラボレーションしてるんですけど、これいいのは僕すごくね、いいなと思ったのラバーソールなんですよね。そうなんですよ、歩きやすくして、しかもビブラムですもんね。そうなんです、サンダル割と苦手で歩くのがペタペタして、はいはい、そうですよ ね歩きづらいですもんね。そうなんですよ、でビブラムにするとそれが割と緩和されるというか、確かにそれでビブラムにしてます。なるほど、まあ、こういった黒も茶もそうですね、ちょっと優しい色もあります。確かにいい感じですね。そしてこのあれですよね、パンツのシルエットにもこだわられてて。そうですね、あんまり、まあ、ちょっと緩めにしてるんですけど、はい、ブカブカすぎてもちょっとあれなんで、はい、やっぱテーパーでこのペダルプッシャーってここのハギを入れてるんです、はい、ペダルプッシャーって懐かしいですよね。そうなんですよ。あ、いいですね。これこれでいくらぐらいですか？パンツでいくらだろう、ちょっとですね、あ、27,000円、めちゃくちゃ安いですね、はい、お買い得です。もっとするかと思いましたお買い得です。そうなんです、あ、これは買いやすいですね。これだって今本当に着たい感じですね、すぐ。なんでこの中に本当 T シャツ着てもらって、はい、これをもう、はい、まあ、例えば同色でこういうグラデーションで着てもらってもいいと思うんですけど。これもいいですよね、大人っぽいコーディネートですね。そうするとこのシャツをもう前開けてジャケット代わり、はい、まあ、カーディガン代わり、はい、みたいな形で着てもらってもいいかなと、はい、そうですね。しかもこの T シャツ、まあ、これも僕一目で気に入ったんですけど、今僕が着てる、まあ、これ今シーズンのこのね、はい、T シャツの同じ同型なんですよね。そうです、形はもう一緒、ゆったり目 で前をちょっと短くしてますね、はい、そうですよね。でこれもこれは生地がやっぱり特徴的ですね、はい、こっち、これとね同じやっぱり Z 級メリノを使ってます。でもウール天軸、こっちはね、あ、なるほど。でやっぱりその同じ素材のものってやっぱり、相性いいですもんね。そうなんですよ、ぴったりですね。こうやってちょっと表情違っても、はい、フィットしていくっていう、はい、助田さんこれね、実は今日スタッフも着てるんですよ、この T シャツの形で。僕も着てるんですけど、はい、これこの間ミニマルワードローブのチャンネルの中で紹介したんですけど、もうみんな飛びつくようにこれ助田さんに言われた言葉が僕すごい引っかかってて、いや大人がオーバー T シャツ 着てるやつで本当かっこいいやつ見たことないんだよねっていうあの一言がまさにそうだなと思って。そんなひどいこと言いましたっけ？いやいや、でもそれすごい、はい、でもそのためにこれ形からいろいろ開発したって言ってたじゃないですか。そうですね、だからやっぱり若作りに見えたりとかするの嫌じゃないですか。うーん、頑張っちゃってるから、ね、なるほどなるほど、うん、俺もストリートみたいな、はい、50超えて普通大きめの T シャツ着るとそういう風に見えがちですもんね。見えがちなんですよ。でそこはやっぱりなんとなくもうちょっとクリアなんないかなっていう、はい、もうちょっと普通に着れないもんかなっていうんで、これ作った。だからこの、ね、肩の落ち加減もそうですし、うん、それからこのこだわられたこの、そうですね、ね、前と後ろの前後差のあるこのね、はい、スリットの感じと、あとここにね当て布がされてたりとか、はい、そうです。あと首のこの開き具合も
ものすごいちょうどいいんですよね。そうですね。で今回これ、はい、あのミニマルワードローブのために、はい、ここリブを作りました。同素材でリブを作ったんです、はい、この糸を使ってここのリブも作りました。うーん、でいい伸縮度が良くなりました。さらに確かにウールですもんね、しかもね、はい、すごい着やすいですよね。 Z9 メリノウールでリブを作った。おー、なるほど、はい、これぜひおすすめなんです。これちなみにこれはおいくらなんでしたっけ。はい、こちらはね19,800円。おー、これは安いですね、はい、ちなみに黒も今回作っていただいて、紺と黒、はい、黒だけちょっと別注で今回作らせていただいたので、ミニマードローブこれここでしか買えませんということなんで、これも1枚持ってたら便利ですね。ということでぜひ皆さんこのシリーズおすすめなんで。そしてさらにリネンのシャツはこの割とモノトーンに近い白とブルーですね。ブルー、あと黒で、ブルー、インディゴブルーっていうかね、ダイトブルー、はい、でこれもですね、あの顔料染め、はい、さっきも言いましたけど、はい、ちょっと着古した感っていうのがこう出るんですけど、逆に今回黒で、はい、ミニマルワードローブで作らせてもらったものは、はい、顔料染めではなく、はい、染料でちゃんと染めてます。あ、そうなんですね。というのは、まあ、黒でそのムラっていうよりはやっぱりこう、はい、マットな、はい、まあ、もうちょっと都会的っていうか、はい、そういうものにしようかなと。うーん、ありがとうございます、うん、なんか沈んだ黒っていうのね、はい、そういうのを意識して染めてます。なんでこれは色が落ちづらいです。あ、落ちづらいんですね、はいはい、でもそれはそれで、ね、はい、すごい着やすそうですよね。干し場さん仕様にしてます。これありがとうございますむちゃくちゃ着やすそうです。沈む、ね、はい、黒、このムラにならない黒にしてます。大人っぽくて、はい、これ中着た方がいいですか。インナーですか、はい、いやもうこれ1枚で着ちゃっていいんじゃないですかね。1枚で、まあ、もしくはもう本当に黒でやっちゃうかね。こういうのでもいいし。あ、なるほど、あ、これでも別にありだし。なるほど、いろいろ着れますね、はい、これやっちゃってもいいし。なるほど、すごい。これはあのなんでこういった着古した感というかムラ感というのは出てこないで、はい、こっちは着古した感が出る方ですね、まあ、そうですね、はい、でこれはもう本当に黒は色落ちがしないタイプ。いいですね、これミニマルワードローブ限定なんで。そうです、はい、そしてこれもやらせていただくということで、はいはい、プリントシャツも、はい、まあ、ちょっと古いパリの1900年前後あたりのジャンヌ・ランマンが生きた時代のそういった交友関係からイメージを膨らませていって、まあ、ゴーギャンなりのそのタヒチのリゾートみたいなのをイメージして選んだ柄です。僕柄物ほとんどチャレンジしないんですけど、はい、これはちょっとチャレンジしてみたくなりましたね。あ、そうですか、ぜひこれちょっと着てみていいですか、ね、あ、どうぞ。大人っぽいんですよね、これね、 色も柄もイメージが、ね、ないんですけど、あ、でも大人っぽくていいですね、うん、これちょっと白いボタンとかだと浮くでしょ。確かにそうですね、ボディが黒だから押さえてる方がいいのかもしれないですね、うん、でこう染めなんでちょっとこう艶が確かにありますね。ボタンもちっちゃいんですね。陰影が微妙に出るんですよね、うん、なんか遊びに行く時とか着たい感じですね、これは、うん、最近本当に着てください、ね、洋服が決まりきってきちゃってるんで、やっぱこういう遊びを入れていかないとつまんないですもんね。今回のランバンコレクション見せていただいて遊びの部分いっぱいあるんで楽しいですよね。まあファッションはね、はい、遊びがないと、うん、まあ、気晴らしってね言葉がありますけど、うん、本当に気晴らしですから、うん、まあショッピングも含めて、はいはい、まあ、なんか気を晴らしてね、はい、気分よく、なるほど、確かにそうしてもらう、それ大事ですよね。そうですね、なんかやっぱりずっといつもいつも一緒じゃやっぱりね、うん、つまんなくなっちゃうんで、うん、なんかこうちょっと新しいもの取り入れていくとか、うん、でも今回ねいろいろ見せていただいて、うん、新しい気分みたいなこととか、うん、そのオーセンティックだけどでもちょっとモダンにするみたいな話とかってすごい大人には刺さることだと思うんで、そうですね、特にメンズはやっぱりそこの部分がね、はい、大事だと思うんで、抑えてる部分は抑えてちゃんと、そうですね、でも軽くする部分だったりちょっと現代的にする部分は現代的にしてっていう、やっぱアップデートされていくってことなんですかね。なんかね、うん、そういうことでしょうね。そしてなんとですね、先ほどちょっとこの話をしてたらやっぱこれ絶対必要不可欠っていうことでこれもやらせていただくことになりました、ね、はい、僕はよく履いてます本当にこれを、はい、
結局このパンツを持ってたらこうもいけるし、いけます、こうもいけるし、いけます、それから、まあ、こうもいけるしっていう話を聞いたんで、これはやんないとまずいなということで、今急遽あの広報の方に頼んでこれをやらせていただくことになりました。すいません、なんか押し売りみたいになっちゃって、はい、いやスケジュさんが毎日のように履いてるっていう、はい、それがすごく履いてます、あの一番の何ていうんですか、ます、ね、ポイントだと思うんで、そうなんですよ、はい、ということで今日はいろいろ今回のね、あのランバンコレクションメンズのそれからテーマとそして着こなし方も含めていろいろ助真さんに教えて助真さんという企画でいろいろ伺ってきたんですけど、そして最後になんですけど、はい、今日の、助真さんの格好を教えてください。どういう、あ、今日ですね、はいはい、今日もあのこれパリスシングルトレンチ、そうですよね、これ春夏版ですか、はい、そうです、2023スプリングサマーのものです、はい、すごい軽いものでできてますね、これ、で、インナーはですね、こう白いあのタートルネックで、はい、これ人気でして、はい、あのランバンコレクションではこれを青春タートルと呼んでます。青春タートル、はい、この純白のタートルネックというね、はいまあ、これすごいこだわってて、まあ、これ意外と人気あってですね、はい、あの割と好きな方多いんで、はい、また作りたいと思ってるんですけど、うーん、まあ、そういうものを。そしてパンツが、パンツは、はい、ギンガムチェックなんですね。そうなんですよ、これあのシャツと、はい、半袖のシャツとジャケットがあります、はい、のスリーピースですね。半袖のシャツとのスリーピースなんですか。そうなんですよ、同じ生地でセットアップでこれもやってますね。そして足元もこれは、まあ、そうですね、これあのパラブーツと、そうです、はい、協業させていただいた、あ、なんていうんですかね、ガラス、そうですね、仕様、はい、シャンポードっていう人気のモデルですね。そうですよね、はいはい、今日のコーディネートはどっから決めるんですか。え、今日、はい、ああ星場さんに会うしいやいやいや並ぶし、はい、なんだろう、おしゃれしなきゃと。あ、そうなんですね、はいはい、今日すいません、長々と、はい、教えて助真さんという企画なんですけど、はい、いろいろ教えていただきましてありがとうございます。大丈夫でしたか。いやいや、すごい楽しくていろいろ、はい、あのためになることがいっぱいあったんで。あ、こちらこそ本当にありがとうございます、はい、いやでも今日気づいたことに一番大きかったのはこのパンツが何より使えるっていう、はい、これはもう必ずインドワルワードロームでやりますので僕も買います、これは、はい、ぜひ皆さんご注目ください。はい、ということで助真さん今日もありがとうございました。どうもありがとうございました。ということで YouTube のチャンネル登録、それから高評価、コメントの方もお待ちしております。それではこの辺で。